時は天明。いざ尋常に一本目勝負。重い。どれ。ああ、そこだ。行くぞ。勝者ゴーデン。二本目勝負。重い。いざ尋常に一本目勝負。愚かな逃がさん。行くぞ。どれ。どれだ。二本目勝負。あ、そこだ。受けてみろ。受けてみろ。受けてみろ。どうさ。勝者ゴーデン。いざ尋常に一本目勝負。
いざ尋常に一本目勝負。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 2本目勝負。
気が足りるわ。受けてみろ。勝者ウォーデン。尋常に一本目勝負。どれ、あ、そこだ。ほう、逃がさん。勝者ウォーデン。二本目勝負。受けてみろ。受けてみろ。気が足りるわ。勝者ウォーデン。いざ尋常に一本目勝負。この魂に安らぎがあらんこと。ああ、私は何をしているの。どうして忘れていたのかしら。辛く苦しいこともあったけど、幸せな思い出もたくさんあったわ。
あなたが私を苦しみから解放してくれたのですね。ありがとう。これでやっと向こう側へ行けます。しずやしず、しずのおだまき繰り返し、昔を今になすよしもがな。戦いを終えたオーデンの視界に広がったのは、一面に咲き乱れる異国の花であった。その美しさに闘争の高ぶりはどこかへと消え、眼前の光景に心が囚われた。しかし、かの男はオーデン、誇り高く忠実に最も優れた価値観を体現する騎士である。彼は花景色から背を向けると、再び見果てぬ理想へ歩み出すのである。静か御前の城下商店から数ヶ月後、オーデンは流浪の旅を続けていた。彼は剣をその手に握りしめ、幾多の場所を巡り歩いた。いずれの地にも平穏はなく、闘争は絶えず繰り返される。平和を願う騎士は己の剣を振るうべき場所を求めていた。彼の探求は騎士の治める地にて終わりを迎えることとなる。傭兵となったオーデンはそこで運命に巻き込まれる。己の行動、信念の矛盾に苦悩しながらも、彼は歩み続けるだろう。弱き者のために、祖国のために、正義のために、そして名誉のために。オーデンとしてやるべきことをしたまで。